トレト、コンラット優位は、フィリピンの男子テニス選手。アメリカ合衆国のワシントン DC 出身。ATP シングルスの自己最高ランキングは689位だが、ダブルスは20位である。これまでに ATP ツアーでダブルス7勝を挙げている。デビスカップフィリピン代表にも選ばれている。優位は2008年に、プロに転向。シングルスにはほとんど出場せず。 ダブルスのスペシャリストとして活動している。2011年7月のロサンゼルス大会で、ソムデブ・デバルマンと組み始めて、ツアー決勝に進出したが、グザビエ、マリス、マーク・ノールズ組に67、67で敗れた。トレト・ユーイとドミニク・イングロット2012年4月の、全米男子、クレイ・コート選手権のダブルスで、ドミニク・イングロットと、組2度目のツアーダブルスの決勝に進出したが、 ジェームズ・ブレイク、サム・クエリー組に67、46で敗れた。2012年8月のシティオープンのダブルスで、ドミニク・イングロットと、クミ・ケビン・アンダーソン、サム・クエリー組に76、67、15で勝利し、ツアー初優勝を果たした。四大大会のダブルスでは2013年、全米オープンでベスト8に進出している。ありがとうございます。